はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。This is a police。 続きをプレイしていきましょう。ということで、まずは長官の一面から確認していきましょう。ロジャーズ市長、死刑に対して、不信感を表す。マジか。で、市長、誕生日パーティー用に公庫から9万ドル調達。これ、市長的にはかなり手痛いスキャンダルなんじゃないですかね。で、ザ・ファクト。これいつもなんかちょっと黄色が違う記事をトップに持ってきますけど、6つの新しいレストラン、待ち2年内オープン予定ということですね。いつもね、事件が起きるレストランって決まってきてるんで、新しく起きた、このレストランがね、立ってくれればいいかなと思いますけど、年内っていうことは、一応僕の任期が180日あるんで、180日間、まあ、この警察署長の任に就き続けることができれば、オープンも見届けられそうかなというところですね。じゃあ今日も元気に出勤しましょう。テストの内容、これはあれか、前回最後に言ってた精神テストのことですね。ウォーターベリー、テストはとても簡単です。抽象的な絵が描かれたカードを見せますので、それを見て何が思い浮かぶかを答えてください。はい、わかりました。納屋で大量の薬を飲む男、なんか自分みたいだな。ドラムを叩く2人のインディアン。2人のインディアンにはちょっと見えないな。空を飛ぶ生首、いや、これ納屋で大量の薬を飲む男にしか見えない。次、家路につく男。超顔が時計になった男。いやー、全然わからない。家路につく男にしか見えないわ。皆さんどうなんですかね。ちょっと一緒にね、やってもらえればと思うんですが。これはクリスマスツリーの飾り付けをする女。踊る少女。豚をレイプする青いエイリアン。いや、これは全くわからない。豚をレイプする青いエイリアンに関しては全く理解できない。どっちかっていうと、踊る少女かなって感じですかね、これに関しては。ドレス、ロングドレスを着た踊る少女。で、続いて、女にクリスマスツリーを渡す男。ああ、まあ見えなくはないね。丘にそびえる塔、いや全然見えない。蜘蛛の足がついた赤ん坊、いや意味がわからないと言っていい。女にクリスマスツリーの飾りを渡す男にしましょう。で、クリスマスツリーの飾りを落とす女。自動車事故、自動車事故にはちょっと見えないな。人間の肺がなる木、意味がわからない。クリスマスツリーを落とす女にしか見えない。いや、これなんだろう。床に散らばったクリス、もう全部クリスマスツリーだな、これ。アイスクリームコーン、更新するハンマー。いや、更新するハンマーとか全然意味わかんないし。で、続いて、女に怒鳴る男。チェスのルーク、サイの頭を持つ男。いやー、女に怒鳴る男にしか見えないな。一番最初はね、その納屋で大量の薬を飲む男と、若干このシルエットが似てますよね。男にビンタする女。ひっくり返ったトラック。いやー、ひっくり返ったトラックにはちょっと見えないな。リンゴの代わりに人間を食べる巨大ハリネズミ。ちょっとこれもわからないな。男にビンタする女にしか見えない。で、女を突き飛ばす男。チェーンにかけられた鍵。ピアノを弾くタコ。いや、女を突き飛ばす男だよ。で、クリスマスツリーと一緒に倒れる女。落ち葉の山。ミミズの皮でできたコートを着る女。いやー、全く意味がわからない。もう全部このクリスマスツリーシリーズで、なんか洗脳されちゃった感じがあるな。で、テストは終了か。じゃあ、帰宅しましょうというか、お、これで帰宅できんの？やったぜー！やった！
精神テストだけで今日終了した、超嬉しい。というわけでちょっと短いんですが今回はここまでですね。1回1日をベースにやっていこうかなと思いますので、さあでは、この続きはね、次回やっていきたいと思いますので、今回の精神テストの結果も含めて、楽しみにしていただければなというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。